スタジオリバーサイド。はい、こんばんは。かっこいいギタリスト、竹下敦です。コーラの飲みすぎです。はい、眠れません。10時頃に1回寝たんですが、3時間ほどでやはり目が覚めてしまいました。で、苦手なフレーズってあるんですよね。で、これ絶対本番ね、中島美嘉さんの歌と歌のフレーズの中でこういうフレーズが出てくるんですよ。相当練習しまして、どこがね、コツなのかっていうのをだんだん分かってきました。結局のところ、この、まあ、立って弾くんですよ。この腰のこことね、こう当てちゃうんですよ。当てちゃうとこっちの手が動きやすくなるじゃないですか。結構確率よく、と弾けるようになります。少しずつですけどね、練習して少しずつでも上手くなっていければ楽しいかなと思います。はい、それでは、かっこいいギタリスト竹下敦でした。